皆さんこんにちは。今回は2023年10月27日に公開された映画ドミノです。このチャンネルでは皆さんが映画を見るかどうか判断材料になるようなレビューをご紹介しています。新しい情報を発信していきますので、チャンネル登録をお願いします。この映画についてネタバレなく語ることは至難の業。冒頭の5秒で騙された。序盤でおじさまがあれだけ走ってるのに息切れてないんだね。セットが狭かったからじゃないか。そんな荒設定は嫌だ。相手に催眠術をかけることのできる超能力者たちの攻防の話。行方不明になった娘を探す刑事が絶対に捕まらない男を探すアクションサスペンス。展開が早いあっという間のサスペンス。複雑な作りで1点2点、いや3点くらいする。何が本当で何が嘘なのかわからなくなる。わけがわからなくなりそうなギリギリのところで面白さを演出している。主人公の内面は深く掘り下げられない淡白な仕上がり。前半部分の方が見どころは多い。尺の割にはダラダラした印象を受けた。オチがちょっと弱いというか、なんというか、ロドリゲスはやっぱりロドリゲスなのだった。超能力少女が美しい。ドミノというかピタゴラスイッチ。二度見たら無駄に思えるリフレインがなるほどと思う。複数回見ると毎回違う視点で見れて楽しい。今作だけでもエンドロールを除けば綺麗に終わっている。続編がありそうな終わり方でしたね。評価が割れるのもわかります。いかがでしたか？冒頭5秒で騙されると話題の映画です。ロドリゲス監督なのでオチはご愛嬌という感じらしいですよ。ジャンルはサスペンスというより SF に近いようです。複数回見た方が楽しめる映画になっているようですので、ぜひ機会があれば覚えているうちに見に行ってくださいね。概要欄に U-NEXT のリンクを貼っておきますので、ロドリゲス監督の過去作品も見てみてください。レビューでは散々言われていましたが、面白い監督ですよ。映画こそこそ噂話のコーナー。絶対に騙される映画ですが、騙されない方法があるらしいですよ。何度も見て伏線を見つけていく楽しさもあるこの映画ですが、時間的にも難しい時がありますよね。そんな解決法を監督が教えてくれていました。その方法とはジョークに気づくことだそうです。監督の過去作品と同じジョークや同じ設定、舞台が出てくるそうですよ。それに気づけということらしいです。皆さんは心に残っている映画はありますか？良ければコメントで教えてください。最後に、映画の上映スケジュールに関しては公式サイトをチェックしてください。次回もお楽しみに。